旦那様。お邪魔します。よし、
お疲れちゃーん。聞いてたよラジオ、素晴らしいじゃないか。ちょっとあんた、どんだけ遅刻してんのよ。しかもこんな酒臭い。なーに、これぐらいの酒なら問題ないさ。すぐに仕事に取り掛かってやるから。ちょっと待って。ダメダメじゃねえか。一体こいつは何しに来たんだ。プリム、こいつを叩き起こすから血をまく準備しといて。覚まさないよ、きっと。魔導書のことは明日にしましょう。飽きてるかい？失礼しちゃうよー。